はい、どうも、ゆうたです。寒い。今回はまたモティーズのミッションオイルで、硬さがこの前110だったんだけど140にしました。ちょっとなんか柔らかいのかなっていう雰囲気感じたんで、ちょっと変えたいと思います。まあ今ね、サーキットシーズンで、まあ、結構オイル関係はね、エンジンオイルは、走行会2回走ったら変えてます、いつも。で、ミッションフロントデフミッションは3回に1回で、リアデフも3回に1回っていう感じで変えてます。はい。で、いつもサクションガンでやってたんですけど、すごいね、かったるいのよ。で、かったるいし、もうシールがダメになってきてって漏れちゃうから、これをね、買いました。じゃーん。デンドルミニポンプ。男前物だろう。これで、オイルをこう、吸って、で、これで、ウィーンって、こうやって回すと入るみたいです。っていうのをね、YouTube 見てたら見つけたんで、ちょっとね、これは便利だなと思ったんで紹介します。はい。で、オイルの種類言ってなかったんですけど、 M409S です。はい。で、じゃじゃーん、添加剤。最近ちょっとね、ミッションも多分ちょっとくたびれてきちゃって、まあフィーディングもね、どんどんなんか最近悪くなってきてはいるんで、こちらをねちょっとね入れたいと思います。で、こちらもね、海外製なんですけど、ちょっとね、まあ結構詳しいね、知り合いの人がいて、これいいっすよみたいな感じでね、教えてもらったんで、これ入れちゃいたいと思います。これでね、こうシュポシュポ、ピストン式になってます。強烈なピストン。はい。で、これを入れるんですけど、多分本当はトレーかなんかにオイル入れて、これを出して多分かき混ぜるんだと思うんですよね、これ。だけどちょっとトレーがないんで、この中にそのままぶち込んで、ちょっとこの中で混ぜたいと思います。おお、緑だね。緑、グリーンです。行くぜ。お、すごい。あ、硬いぞ。なんだ。あ、これを取らないといけないのね。くる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 。あれ。おお。お、お、ど、どぴょ、お、お、お。あ、入っていく。奥までちゃんと入れて。よし。あー、いっぱい出ちゃったね。はい。これを混ぜます。うひょー。なんかね、いつもエアコンつけるとなんかちょっとオイルっぽい系の匂いがすげえするなーって思ってたんだけど、多分正体こいつですね。でね、ちょっとね、パワーステもうパワーステラックとか系かなと思ったんだけど、うわー、すっげーと思ったら、多分ね、これドラシャの、バンドが多分、この左の溝にないといけないの、右んとこにあるから、これがずれて、こっからちょっとね、飛び散ったのかなって。で、俺、幸いにも遮熱板つけてたから、クスコの。こういう感じで、こっちは、なんとか、平気そう。あらら、ちょっと掃除しないとね。くー。
うわ。はい。じゃあね、今事前に抜いておいたオイルがもうね、多分抜け切れてるんで、上がフィラーで、ドレンは2つあります。結構ね、赤いんですね。はい。で、とりあえずドレンを閉めて、フィラーから入れていきます。よし。よし。ちょっとセットが終わったんで、やってみたいと思います。でね、ミッションオイルとかって結構硬いから、結構ね、どうなんだろうな、ちゃんと吸ってくれんのかなっていうのはあるんだけど、ちょっとね、やってみます。行くぜ。おー、すげえ。すげえ。こんな便利なことあるかよ。すごすぎる。マジかよ。すげえな。まさかの全部入れ終わる前に電池の方が切れるというね。あ、でも結構ほとんどないね。よいしょ。ところがどっこい、もう一個バッテリーこうなると思って持ってきたんだよね。よし。したぞ。カラッカラの音がしたのと、あとフィラーの方も漏れてきてますので、これでオイルの量ちゃんと入ってます。 OK です。で、あの先っちょはなんかね、水道用の用品を買ってきて、ちょっとあのこのホースだと太くて、内径15の外径21ミリかなんかなんで、確か、確かそんなだったかな。なんで入らないんで、こういう感じになってます。はい。そんなこんなで今、揺れ終わりましたけど、ここからね、ちょっと、ホースのところから、ちょっと漏れてますね。ホースバンドやってても。多分やっぱり硬くて、それなりに圧送してるんで、結構多分力が強いんで、ちょっと漏れちゃったのかな、ホースの間から。そんな感じです。なんでね、皆さんやるなら絶対ホースバンドをつけた方がいいです。はい。で、ホースバンドですけど、たまたまね、こういう締め付けるタイプのやつがね、持ってまして、やっぱそこはね、DIY 魂でね、持ってるんすよね。こんな大きいのでも。こんな感じで、こっちが純正。こっちが持ってたやつ。で、とりあえずは押さえたんで、で、グリスもね、まあ、できるだけは取ったんですけど、結構、まあ、まだちょっと残ってるかなっていうのがありますが、まあ、とりあえずね、これで、
とりあえず様子見たいと思います。で、今ついでにオペチンのクラッチフルートのエア抜きもこっからちょっとやりました。はい、今日はミッションオイル以外にもエンジンオイルも買えるんですけど、ブローパイがね、意外とこの黒いとこまで溜まってます。あんな感じでちょっと溜まってますね。こんなにブローパイ自体溜まるのはちょっと初めてだね。まあ多分 TC2000 かな。 TC2000 の時もちょっとあのゲージのとこ黒かったんで、ちょっとまあ出てるなとは思ったんですけど、まあ結構高速のコーナーで G もかかるんで、うん、確かに通った跡あるもんね。茶色いもんね。腰があるというか、踏むのに弾力